皆さん、これダメ。これダメ。これダメで、これ OK。これ入ってますよね。これ入ってますよ。ハヤトさんはわかる。これ入ってますね。で、この番組は、今日のスポンサーの提供だ。お願いします。はい、皆さんどうもこんにちは。エマイスクリーム講師のデスのお兄さん、魔法でございます。ゲストを迎えして今日動画お送りしたいと思います。ようこそ。これ2本目なんですけれども、はい、ちょっと軽く自己紹介というか、はい、デュエルジェルというバンドでボーカルをやっております。はい、そしてですね、はい、RE ボーカルコーチングという、はい、プロジェクトがありまして、そちらではボイストレーナーとしても、活動させていただいております山森隼人と申します。そうですね、ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、前回お伝えしたブレス、はい、そのちょっと延長にあるものなんですけども、きた姿勢、ドドン、姿勢ってことで、ドドン、大事ですね、姿勢もですね。姿勢ですよ。まあ、ブレスと関わってきますもんね。ブレスの動画まだご覧になってない方は、前回もめちゃくちゃ貴重なお話をですね、はい、経験豊富な原さんにしていただきましたんで、ご覧になってない方はぜひまずそちらをご覧いただいてからこっち戻ってきていただけるといいかなと思います。はい、ということで姿勢ですよ。はいはいはい。また前回に引き続きね、はい、関係あんのかと。はいはい。またこれうさんくさいこと言ってるよみたいな。散々僕はまあ皆さんよりも長く生きてる、25年ぐらいやってるんですかね、うん、ボーカリストとしては。はいはい、そこでこう一つ見えてきたものっていうのは、はい、よりこう成長をね、どんどん加速させていくためには。意外とその声になる前のことをもうちょっとやりましょう。ここやっちゃうともう遅いんですね。声出すともう遅くて、なんかもう素材が悪い状態で料理しちゃってるから、素材集めようぜっていう話ですよね。おっしゃる通りです。最初に。したらもう生まれるできるじゃんっていう。そういうことですね。そうですよね。その中でちょっとまた大事だよっていうところが、今日のテーマの姿勢。ここをまた決めることによって、はい、なぜかブレスに引き続いてですけど、極上の声が出てくっていう。そういうことです。ことが確約されていくっていう。そういうことです。これまた皆さん見逃せませんので、はい、この動画も最後までご覧いただきたいというところでございます。ただちょっとその前に、ハヤトさんの SNS とか概要欄に貼っときますんでね、はい、そちらの方もチェックしていただいたりとか、お願いします。あと、チャンネル登録ね、お済みでない方、この機会にぜひよろしくお願いします。姿勢ですよね。大事ですね。姿勢大事なんです。大事です。これから歌をどんどん上達させたいって思ってる方だったら、はい、おそらくね、自分が声を出す瞬間に、はい、どういう姿勢になってるかってそんなに気にしたことないと思うんですよ。そうなんですよね。それなんでかっていうと、はい、姿勢って関係ないと思ってる人がほとんどだと思うんですよ。なるほどね。そこなんですよ、問題は。そうなんですね。そうでしょう、ね、と思った笑顔でそうでしょうね。僕も考えたことなかったもん。いや、僕もなかったっすよ、トレーナーなんかやる前は。そうですよね。その中で、あ、人間の体ってこうなってるんだから、うん、こうなってると、まあ、ポテンシャルすごく下がるんだなっていうのが、結構な重要度ですよ、ね、重要度ですね。それこそ、さっきのプロの人の話あったじゃないですか、はい、プロの人って歌も、まあ、もちろん上手いじゃないですか、はい、いい声が出てる人って、うん、全員共通項を持ってるんですよね。はい。その中のうちの一つが姿勢なんですよね。あ、いいです。これも僕先日ちょうどツイッターで言ったんですけど、ほう。上手い人ができてることって、うん、その人は意識してないんですけど、うん。まあ、ここに行き着くとするじゃないですか。上手い人。はい、はい。これみんなできとるんですよ。はい。で、はい、これをやっちゃえば、こっちになれるんですよ。そうです、ね。それが姿勢がその中に一個含まれてるっていうのがあるんですよね。おっしゃる通りだと思います。できてる人はね、無意識にできてる。無意識なんですよ。できてるけど、まあ、はい、自覚はしないけど、無意識にできてるやつ。こっちの道来るんだったら帰りもあるじゃんっていう。そういうことですね。そういう話ですよ。本当そうです。まあ、本当ね、天才肌の方っていっぱいおられるんですけど、いますね、これね、逆を言えば、うん、感覚でただやってる場合っていうのは、はい、何かがきっかけで、やらなくなっちゃうもある。あるんですよね。あるんですよ。これがね、天才に与えられた一つ。かっこいい。かっこいい。天才に与えられるし、僕日々いろんな天才と間違いない。いや、ミュージシャン天才多いですからね。できちゃってる人多い。この人すげえなって、これどういう意識でやってるんですかってなるんですけど、いや、なんとなくこうかなみたいな感じなんですよ。合ってるんですけどね。合ってるんですよ。それ合ってるんですけどね。結果的に合ってるんですよ。合ってるんですよね。あ、これ天然でこれやってるんだ、すげえなはあるんですけど、ありますね。そういったまあ発生のトラブルを、はい、まあ、未然に整理いただくためにも、うん、体にもうちょっと意識を向けましょうっていうところを、そういうことですね。ぜひちょっと啓蒙したいなっていうところもあります。なんて素晴らしい動画なんだ。なので発声していく時の自分の姿勢をね、ちょっと振り返っていくことによって、はい、もっともっといいですね、発声は良くなると。いいですね、いいですね。これ実践あります。あります。お、これもちょっと論より証拠で。あら、来た。いろいろやっていきましょうか。いいですね。どんより証拠タイム。ああ、どんより証拠タイム。あれやー、定番になりそう。じゃあまたちょっと姿勢のいい、やった、マホンさんなんで。ありがとうございます。なかなかね、
崩すっていうのは難しいんですけども想定される姿勢ってあるわけですよ、ね、ありますそれはわかります出すとき生徒さんを見てるんでそうですよ、ね、生徒さんの崩れちゃってるのをやればいいんですよねおっしゃる通りです、はい、こういう方多いですよね、うん、っていう状態ですよね OKOKOK、はい、ただ一般的に、はい、いい姿勢してくださいって言ったら、はいはいまあ、どうなりますかってことですよね、うんうんうん、いい姿勢とってみてください一般的なやつ一般的なやつこれですよねこれいい姿勢に見えますよね僕らからすると全然いい姿勢じゃない最悪です嫌な感じしかしないです、ね、最悪です絶対に喉閉まりますこれですよね絶対に喉閉まりますこれでもやりがちなんですこれなるんですよねそうここちょっと選んじゃいやすいんですよそう姿勢としてはいいんですよそう姿勢としてはいいただ歌の姿勢としてはダメですね。そういうことですね。じゃあこれも論による証拠で、じゃあまずは次立っていただいて姿勢取ってもらっていいですか。はい。じゃあ立ちで。あいいですね。じゃあ僕の方ちょっとだけ見てもらっていいですか。あいいですね。じゃあ手広げてもらっていいですか。はい。じゃあいい姿勢してくださいね。いい姿勢じゃないですか。はい。あでもマモさん本当にいい姿勢になっちゃうなある程度。でもねこれそうですね。この手をね上から僕押してみると分かるんですけど。あこうすればいいんですか。これで今ちょっとさっきの崩れた。いい姿勢風だけどそうそうそういい姿勢じゃない。ちょっと今ね崩しました。これね上から押してみますよ。はい。せーの。あこれ入んないんですよね要は筋肉がしっかり出力してない状態です、うんうん、そうですねじゃあグニョグニョに抜けてるかっていうと意外と筋肉入っちゃうんですよなるほどなるほどこういうとこ入っちゃうんですそうです、ね、喉周りとか、ね、あそうですねそうですねそうですなので一般的にちょっといい姿勢っていうものをもうちょっとこう分析してみたいと、はい、骨盤から見ていくといいんですよ出た骨盤の角度ですねお骨盤の角度決まってない以上はしっかり立てないですでこれダメですね。これダメですよね。これダメだ。これ、じゃあちょっと下向けます。あ、いいっすね。ちょっと下向けましょうか。はい。よいしょ。こんなもんでいいんじゃない？でもね、目視だとね、わかるんだよ。わからないかもしれないですね。これ、これね、これね、皆さん、これダメ。これダメ。これダメで、これ OK。これ入ってますよね。これ入ってますよ。はやとさんはわかる。これ入ってますね。で、これじゃあ、さっきの状態から、マモンさんのいい姿勢、取ってもらっていいですか？僕ね、骨盤。これだな。角度これだなこれ結構今いい角度なんですよこれめっちゃいいなぜならこのね、うん、腰側はい腰ね腰、はい、こっちはい垂れつきできるようになりますここに出してください、はい、垂れつき垂れつきあとで漢字教えてください、はい、垂れつき垂れつきここがね今入ってます今これですこの入ってる状態だと、はい、手広げてくださいもう一回押しますよ、はい、せーのビクッともしないですねそうですねめちゃくちゃ僕今乗ってるんですけどそうですよね今もう浮いてました体重どころか浮いてました筋肉でキャインしてましたどうにかして崩してやろうとはいはいはい実は具体的にはこの骨盤の角度であるとか腹筋側ですね一番内側にある筋力ここがね今ね真央差しから入ってますねなるほど腹横筋ですねあはいはいはいそれからこの腰側ここですね垂れつきこの筋力がしっかり入ってる時っていうのは筋力もしっかり全体がしっかり入りますあはいはいで、柔軟性も実はね、取れてる。はい、はいはいはい。で、バランスも取れてる。いや、最高。この3つが、最高やん。入っているので、はい、当然、音にしていったとき、いい声が出ると。力は、いい力が入ってるっていう。おっしゃるとおり。感じになるんですよ。力を入れないでくださいね。全然、喉以外、もう、これじゃダメ。全くぐにゃぐにゃでやってくださいねって教えがあってもいいとは思うんですけども。そうなんです。脱力って脱力じゃないですよね。あ深い深いなこれそれいいな深いこと言っちゃったそう脱力じゃないんですよ脱力してる風に感じるだけでそういうこと力は入れますっていうやつそういうことですそうじゃあどこの力をどう入れてるのかってことが非常にマニアックなんですけど非常に重要なポイントなんです、はい、単純に言うとね、はい、ここにピアノありますけどこういうものを皆さんじゃあ持ち上げてくださいと、はい、もうこっち持つんで持ってくださいね、はい、せーのってやった時に、はい人間は結構自然とこういうそうですね確かに確かに確かにいいですねそれそうそれいい姿勢の取り方しますこうやって胸で吸いながらいい姿勢を取ってピアノあなた持ち上げますか確かに引っ越しすればいいですね一回肉体労働してくださいバンドマンの方僕死ぬほどやってました、ねはい、そうですね、はい、下積みで撮影したりこうね5次元まで働いたりとかそこでボーカルスキルがもしかしたら磨かれてるかもしれない その時は全く考えなかった声帯にもちろん音は出すんですけどもそれ以外の体の出力っていうのもめっちゃ重要だなってことに二十数年やってきて気づきましたいやー極地ですよいや極地本当に絶対皆さん役立つと思います。いや間違いないですね。20年後に気づいても遅いです。間違いない。本当そうですね。僕はもうめちゃくちゃ発声に迷ったんで。説得力それだけはね、僕唯一誇れるのは誰よりも発声に迷ったと思います。なるほどなるほどなるほど。あの発声に迷ったボイストレーナーの方ってやっぱ信用できますよね。あ
そう言っていただけると皆さんよりも先に迷っといたぞ俺が言ったから先行してこっちじゃねえぞでこっち行きかけてる方は一回ここね見直してほしいんですけども、はい、声を例えばご自分でトレーニングでもいいです、はい、カラオケでもいいです、うん、なんか歌唱するときに、うん、これぐらいの画角でですね、はい、一回ご自分を撮ってほしいんですよ。これね言うんすよ、僕も生徒さんに撮りますよね、撮った方がいいっすよね、撮った方がいいでしょ、はい、こういう角度で撮った方がいい、こういう角度で撮った方がいいんですよ、はい、カメラで横から撮って、意外とね実際自分が思ってるよりも骨盤甘かったり、うん、そう歌いながらずらしてっちゃったり、はいはい、いろんなことを実はねしてることにおそらく気がつくはずです。挙動不審になってませんか？なってませんかと。もう一つ。はい。もう一つ一丁だ。ああ、お願いします。首です。きた。頸椎ですね。頸椎ですね。首が安定してない状態で、はい、歌唱してる人も、これもやっぱり多いです。そうですね。これもっと言うとね、プロの方でもやっぱ多いです。あ、まあ、そうですよね。まあ、パフォーマンスとかもありますからね。おっしゃる通りです。ね、それはある。腰が決まったらちょっとね、首も。首ですよね。決めていきたいんですよ。僕どこが一番大事かって言われたら、はい、スクリーム的にはですよ、はい、首なんですよ。お首なんですよ。大事ですよ、ね、スクリーム的には首なんですよ。腰も大事なんですけど、はい、大事ですよね。腰も、まあ、全部肩も下半身も大事なんですけど、はい、どれか一個って言われたら、はい、間違いなく優先度高いですよね。一番首って言います。実際ね声帯がついてるのも、まあ、確かにこのエリアなんで、確かに確かに、ここがまあ言ってみれば本丸ですよね。激アツゾーン、激アツゾーンです。ここ激アツなんです。はい、なんで皆さんこれ激アツかっていうと、うん、これ脳はここにありますよね。お、あ、神経伝達が、おっしゃる通り早いんだ。脳から頸椎に入っていきますね、はい、神経がね、はい、こんなマニアックな話してそう笑っちゃいました。でもこっからこう脳幹、こう神経の束がこう入ってきますね。これボイストレーニング、これボイストレーニングの動画ですよ。いいですか？大丈夫ですか？そう、この神経伝達を阻害しちゃう首の位置にすると、はい、なるほど。やはりこれも筋肉も入りにくいですし、うん、体も硬くなりますし、はいはい、バランスも取れなくなります、はいはい、だから、まあ、オンさんがおっしゃってる、うん、一番大事なのって首の角度ですよっておっしゃってるのは、これものすごくね理にかなってるんです。嬉しいです。なので頸椎の位置でもこれ体めっちゃ変わります、はいはい、さっきのじゃあ上から押すやつやってみましょうか、はい、お願いします。オンさん一般的にクランさんの中でも、ね、はい、生徒さんで多い首の、はい、ポジション、はい、じゃあちょっと声出してみましょうかってやった時に、はい、持っていきがちな首のポジションってありますか？はい、あります。どんな感じですか？これなんですよね。これです。これ現代の方すごく多いです。めっちゃ多い。もうこれ一番良くない？ほぼこれです。これ声出ないですね。もう嫌な感じでしょ。これはね出ないんですよ。この状態だとね声出ないです。マジでこれでさっきの手の状態、はい、行きましょう。これねもうねほんと力いらないです。せーの、あ一番抜けてる抜けてます、ね、今日の中で一番抜けてる、はい、入らないんです。入らないんですね。だから声も出ないということです。おっしゃるとおりです、はい、こっからじゃあいい頸椎の位置ってどこなのか。いいですか？じゃあいいですか？いいですか？いつものやつ、いつものやつお願いします。これですね。これですね。これめちゃくちゃいい角度に今入ってます。これマックス一番いいです。これ別に体の力抜いてても関係ないですよ。手広げてください。いきますよ、せーの。アホほど今力かけます。そうですね。この状態からやっぱり声を出した方がうまくいく確率は爆上がります。爆上がりしますよね。爆上がりしますよね。爆上がりしますどの筋力で声を出してるのかっていうのが前提にあってからトレーニングした方が絶対進み早いと思うんです。いや本当そうですね。姿勢全然いいよと、うん、まあ、息の吸い方勝手にやってと、うん、その後に発声の練習をしてるとしたら、はい、ちょっとこれはそうですね、得られるものもちょっと少ないかもしれないですね。効率が落ちてる可能性がありますよね。あります、うん、なので、うん、土台としてはやっぱりブレスとこの姿勢、うん、姿勢の中でも骨盤と頸椎の位置っていうのをちょっと決めてから練習する癖をつけられると皆さん練習熱心な方たくさん写真にいると思うんですけども、いま、はい、まあ、姿勢がいいっていう言い方があんまり良くない。そう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 、言葉難しいんですよ。そう、言葉が難しいんですよね。本当に姿勢がいいってマジでうさんくさく聞こえるんですよ。いい姿勢ですね。そう、なんかうさんくさく聞こえちゃうんですよね。そうなんですよ。そういう話でもないんですよね。そう、最初のないんですけど、まあ、決まってるって僕言うんですけど、あー決まってる、決まってる状態だと、ね、例えば僕の体感ですよ、はい、生徒さんいつも日々拝見してる、はい、体感10発打つじゃないですか、はい、9回うまくいきます。あ、もうそれぐらい爆上がりしますよね。します。10倍近くになるんですよね。それぐらいの体感ないですか？あります。ありますよね。はい。ぐらいなんですよ。だからやっぱり習得も早いですよ。早いです。声出す前に最近もう言ってますもん。あ、いいっすね。
大丈夫です。そうなっていくんですよ。ものすごく上達も早くなっていく、結果が早く分かるから、うん、まあ皆さんに愛されるトレーナー。いや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 。じゃあなんか分かりやすくですね、はい、意識していただきたいポイントをちょっとお伝えしますね。はい、骨盤が先に決まってある程度。はい、こう抜けてるわけでも、これです。入れすぎてるわけでもなくて、はい、これですね。これです。この状態。これ。カクカクして、うん、今歌ってるかなとかっていうところですね、うん。これはカクカクしてない状態。はい。はい、決まってきたら、今度、頸椎に入るんですけど、頸椎はね、簡単に言ったら、多少、顎を引いていくんですが、まあ、そうですね。引き方にちょっとコツがいるんですよ。引くんじゃないんですよ、ね。引くんじゃないんですよ。引くんですけどね。そう、引くんです。ただ引きゃいいと思うんですよ。そう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 。角度がちょっとね、そうなんです、大事なんですよ、ね。これ人それぞれね、うん、あの、イメージが違うと思うんです。違いますし、角度も微妙に変わります。変わりますよね。人によってちょっと変わります。めっちゃこういった方がいい人もいます。あ、そうなんですよ。いますいます。ただ、これはないっす。これは一番ないっすね。これはないです。ない、やらない方がいいですね。やらない方がいい。そうそう。そう、もうやらない方がいい。その時間が1分でも短い方がいい。そうです。まあ、これだけないんで。そういうことです。ここだけ効率的にいきましょう。弾き方もちょっとこう正しく見つけていくためには、うん、ちょっとこう専門的な技術が必要なんですけども、ね、真央さんとかね、うん、あのその辺もあのお分かりになられたので、今一発でバシッと決まるんですけど、うん、はい、一般的にやりやすい顎を引く、いやちょっとやってみてもらっていいですか。これですよね。これもダメです。顎引くって言ったら大体こっち行っちゃうんです。顎引いてますもん、これだってしょうがない。顎引いてるんでね。顎引いてるもん。間違っちゃいないんですけども、しょうがないですよ。結果的にはね、発生的にはこれ間違った姿勢なんですね。この時にもやっぱり立てないんですよ。立てないですね。ちょっとやってもらっていいですか。いけますよ。せーの。あー、これはもう来る前から抗えないですね。抗えないんですよ。この神経伝達ですね、うん、これはね、おっしゃる通り個人差が微妙にあるんですよ。あります。実はあります、あります。なのでちょっとね、難しい、難しいですけどね。こっちはやらないようなところは、まずこれで 50% 減りますから。そういうことですね。まあ確率が、そういうことですね。半分から下だけになるから。これまたためになりました。いや、面白かったですね。この姿勢の話なんですけど、うん、はい、僕は2方向あると思ってるんですよ。で、生徒さんにもそう話すんですけど、うんうん、喉の動きを軸に考えるのと、はい、体の動きを軸に考える。なるほど。まあ、ブレスを軸に考える。はい、その、なんだろうな、外的要素と内的要素で、うんうん、まあ、言い方違うかもしれないですけどね、はいはいはい、っていうのを考えていて、双方向だと思うんですよね。そうですね。あの、そうですよね。うん、声帯がうまく働いているときは、うん、さっきの、あの、林さんのお話で出てきた話であるとか、うん、前回のブレスで、していただいた話っていうのが、うん、勝手に起こるんですよ。うまくいってるっていうのが、ね、うまくいってる、こっちがうまくいってると、そうそうそう、結果そうなるわけです。そうなってるんです。そうで、そうそうそう、それを今やってるんですよ。そういうことです。だから結果を先にやることによって過程がうまくいくっていうパターンなんですよね。そういうことです。そんな、まあ、今の話で言うとね、深いなっていうので、双方向なんで、うん、もちろん、うん、こっちから、まあ、要はその姿勢とかブレスとかからやった方が効率いいっていうパターンもあると思う。ありますね。ありますし、うん、逆まで全然あるんですよね。こっちから行って、はい、結果的にそうなってますよねっていう答え合わせが大事なんで、どっちか一方では考えない方がいいかもしれないですね。そういうことですね。この姿勢とかブレスめっちゃ大事じゃないですか、はい、めっちゃ大事なんですけど、あの、逆にこっちばっかり考えてもそれはまたね、違うんで、そこだけちょっと難しいんですけれども。そうなんですね。お伝えの仕方がやっぱりね、難しいんですよね。難しいんですよ。で、どっちから入るとこの方の場合はいいのかなっていうところまで僕らは読んでやるんで、あの、杓子定規になんか、まあ、メソッドをね、はい、押し付けていくっていうのも実はあんまり、はい、僕らにはあんまり良くないな。良くないですよね。タイミングによっても変わるんですよ。そうです、ね、あ、今日はね、姿勢の方がいいですよとか。あ、そうですよね。そうなの。なんで両方があると、うん、どちらかがうまくいかないときにまた引っ張ってこれる。そうなんですよね。これがだから一個しかないとね。そうなんですよね。ずれたときに、うん、はあ、どうやっても無理です。そうなんですよ、ね。今日ダメな日です。がんじがらめになるんですよ、ね。そうなんですよ。で、本人もスランプかな。そう。ってなっちゃうんですよね、うん。僕はね、スランプってないと思うんですよ。スランプってないですね、確かに。ないですよね。あの、どっかが1個ピースがないだけなんです。ないだけですよね。そう。そこがハマれば、絶対、そうそうそう。行くじゃないですか。そう、絶対行く。それを探す手伝いを僕らね。そうですね。してるようなもので。そうですね。そう。それ1個抜けちゃうと、普段のパワーが100ぐらいだとするじゃないですか。うん、1個抜けると99になるんじゃなくて30ぐらいになるんですよ。ものすごい下がりますね。30になっちゃうんですよ。で、1個戻すと100に戻るんですよね。そうです。そういう感じなんですよ。本当そう。それが今のそのブレスであるとか姿勢であるとか、かもしれない。そういうこと。そういうことだ。僕らもすぐは気づけないんですけどね。そう。30分ぐらい見て、そうかーって。そうですね。それやってください。あ、できたーって。そうですね。何が抜けてるのかっていうところに、こう、まあ、敏感に感じられるようになる。なんでこの人こんな立ち方してんのかな。あ、そうなんですよ、ね。っていうようなところにね。だからそこまでうまくいってた時の、
動作からあれちょっとずれてるかなどこだみたいなのをっていうことです。セルフでできるようになるとおっしゃる、すごくご自身がご自身のトレーナーになりましょうと。おっしゃる通り、めちゃくちゃ禁言そうなんそうなんそうなん、ね、ミニマホンさんみたいなそうそうそう、いつも仮想のやつを仮想ハヤトみたいなのそうそうそう、はい、すごくそういう感覚を持って日々トレーニングされてください、いやそうですよね、まあ、その一個のピースとして前回ブレスで今回姿勢ですかね、はい、お話いただいてありがとうございます。ありがとうございます。めちゃくちゃ面白かったです。よかった。今日のね動画も非常に参考になった方非常に多いと思いますので、ぜひそんな方、グッドボタンとあとチャンネル登録よろしくお願いします。あとハヤトさんの RE ボーカルコーチングのホームページとか、はい、ツイッターですね、はい、の情報等々概要欄に貼っておりますので、はい、そちらの方もチェックよろしくお願いします。お願いします。ということで、今日もありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。